小島さんっていう私がまあ仕事の関係で知り合った方がいてですね、まあ、その方は男性なんですけどとにかくあの顔はかっこいいんですねでちょっとまあフットワークが軽くてすぐに女性にも声かけるタイプの方なんで。 まあちょっと冗談として、もう小島さんやめてくださいよっていうふうに、女性の社員の方に言われるような、でまあ、本人も、いいじゃん、ちょっとぐらいって言って、チャラチャラ声かけたりするような、まあ、そういう明るくて陽気な方なんですけど、まあ、その方が、ちょっと怖い体験、俺、あるよって、飲み会の席で話してくれたので、まあ、その話を一つしようかなと思います。 で、まあ、小島さんが、えー、10年ほど前ですね、今、まあ、35年ぐらいなんで、えーまあ、2半ばとか後半ぐらいですね、えー、に当時付き合っていた彼女と温泉旅館に行ったんですね。で、まあ、有名なところに行ったっていうは言ってたんですけど、どこの温泉っていうのはちょっと聞きそべてしまったのであの、申し訳ないんですけど、ただ、まあ、あの有名な温泉の、えー、すぐそばにある旅館。 に、えー、行ったそうですで、まあ、泊まりで、えー、旅行だったので、まあ、もちろん当然あの付き合ってる彼女となんで、まあ、男女のイチャイチャしてっていうのはあるわけなんですけどで夜、まあ、一通りこうイチャイチャして、えー、っとじゃあそろそろ眠ろうかなと、えー、なったんですねで布団は、まあ、に一応2つ敷い、えー、たんですけど、えー、片方に大体2人もう抱きついて、えー、眠るっていうのが 大体旅行行った時とかにお泊まりした時にえやってるいつものパターンだったんですけどその時も同じような感じでえ一応まあ2つ布団を敷いててで片側にえ彼女がえまあ小島さんの布団のところにやってきてで小島さんがこう腕を貸してあげて腕枕をしてでおやすみっていう風に寝たんですねただ腕枕ってずっと頭乗っけてるんで 腕がしびれてくるんですよねでまあ小島さんも夜中にうわ腕がすげえしびれだったなって言ってちょっと目を覚ましたんですねであちょっとかなりしびれてるな痛いなって思いながらこうなんとかこう身をよじったりしたんですけどまあ彼女の頭が重いんで、まあ、ちょっとこれはもういい加減に腕を抜きたいなって思ったんですねただもう彼女もここですごいもうぐっすり眠ってしまっているでクークークークク あのー、寝息を立ててる状態ですねでわどうにかなんないかなってこう腕をこう動かしてたすると彼女の頭の向こう側布団敷いてはあるんですけど誰も出てないんですよねそこにもかかわらず掛け布団がこんもり盛り上がってるんですよあれって 小さんは思った誰かいんのかないるわけないんですけどね。旅館に2人で部屋に泊まってる。別に相手は誰もいない。人がいるわけがない。にもかかわらず、布団がこんもりと盛り上がっている。で、ちょっとドキッとして、動くのやめたんですね。で、ちょっと息を出すのもちょっとやめた。しばらくこう、 乗ってるとそのこんもり盛り上がってる掛け布団がわずかに上下してるんですよ動いてるんですしかもその動き方っていうのが息をしてるような感じで動いてるあれ,これ誰か寝てるんじゃないかって思ったでほんのちょっとこう頭をずらして彼女の頭のこう隙間から見ると頭がちょっと見えるんです髪の毛が見える でも肩のここら辺までもうすっかりすっぽり掛け布団をかぶってる人が向こう側を向いたまま寝てるんですそこででうわなんかいるって小島さんは思ったでもうすっかりもう体も硬直してしまってもうどうしようもないからちょっと彼女をこうキュッて抱きかかえてうわやばいやばいやばいあれなんかやばいぞこれもしかしたらなんか 見えちゃいけないものが見えてるかもしれないなって思ってもうすっかり血のけを引いてしまったしばらくしているとその向こうから眠ってるらしいこう人間のようなものがゆっくり動くんですこう息をしてるように肩が動いてるような感じでスッてこう動いてる のがグーッて盛り上がって布団掛け布団がズルってずり落ちてその向こう側を向いてる顔がこっちにぐるんってきたんですしたらそれ小島さんの彼女だったんですで小島さんは「あれ っって思ったんですね眠ってる彼女が寝返りを打ってるあれじゃあここにいるの誰だよって思った瞬間にここの頭がグンって上向いたんですねでもその瞬間にも小島さんはストンともう気を失ってしまったで気が付いたら明日だったんです したら、まあ小島さんもなんとなく深夜の記憶があるんで、朝起きて彼女に聞いたんですね。夜さ、お前、俺の腕のところに寝ったよな。って言った。すると彼女は、あ私、実は最初腕枕してもらったんだけど、すぐちょっとおトイレ行きたくなっちゃって、 立って戻った時に自分の布団の方に戻ったんだ。なんか腕にずっと体づけてるとしびれちゃうじゃん。って言ったんですね。あの時小島さんが腕に抱いていた人、あれ誰なんですかね。まあ、結局ぐるん って顔顔向けたたんんですがどんな顔をしていたのかそもそも顔があったのかどうかも小島さんは覚えていないと言ってましたただ自分が彼女だな彼女だなって思ってたここにいた人物が、まあ、別のものだったっていうのは、まあ、ちょっと怖いですよね えーまあ、そんな陽気なあの小島さんが語ってくれた彼の体験談でした。